腹空いちゃったラーメン作るしかやって、もう今日はもう作れない。ということでですね、まあ、ちょっと晩ご飯はショールーム終わってから食べるとして、お昼がね、お昼に今日は誕生日企画のねラーメンを作って配信するっていうね配信をさせてもらってたんですけど、それが終わってから今お仕事が終わって帰ってきて、よかった夜に配信できて、本当お昼ラーメン食べるだけだったのでそう普通の配信ができてよかった。帰りってありがとう、ただいま、ただいま。でね、まあ今日お仕事今終わったんですけど、そのお仕事のね合間にね、そう今ツイッターにもあげたんですけど、うずきとあともう一人ねダンスの先生もね昨日お誕生日やったのかな、そうで3人をそうお祝いしてもらえて嬉しかった。ケーキ食べてきました。そう大西のケーキ可愛かった、お花とか乗ってたんですよ。何ケーキ、大西のやつはねマンゴーが入ってた、マンゴーケーキでした。めっちゃ美味しかった。そうズッキーがねチョコレートで、そうで先生のやつがなんかねクッキーのやつやった。美味しかった、めっちゃ美味しかった。そうこうやって現場でもお祝いしてもらえたり、メンバーとかスタッフさんとかにも直接おめでとうってたくさん言ってもらえたりとか、あとツイッターとか LINE がこうめちゃ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 たくさん来てびっくりしてるんですけど、うん本当に LINE とツイッターとあとインスタの DM、 DM はちょっとね返すことはできないんですけど、ツイッターすごかったね。そう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 合間でそっと返信しててんけどさ、そうそうツイッターもやし LINE もねすごいたくさん来たの、嬉しくて嬉しい。あ通知たくさん来ましたって、ごめんうるさかったよね絶対ごめんごめんね。でもツイッターとかもね、いいねとかコメント数が過去一じゃないかな、一番多くいただけた気がする。嬉しい、ただただ本当に幸せな一日でした。嬉しい、いや本当にこうねファンの皆様からもそうだけど、こうね知り合いの方とかこう仕事一緒になった方とかメンバーとかがねたくさんコメントしてくれて嬉しかった。ねえ嬉しい。あそう17でみんなが履けるとき大西おめでとうって言ってたんだけど、大西すでに退出してたっぽいって、そう大西ね退出したの、そう昨日17、あ違う、ワンセブン、ごめんワンセブンライブで、そう最後そう退出するの早かったなって、じゃ訳があるんよそれ、そうなんか終わりでーすってなって、でありがとうございましたってやってた時に
ズッキーおめでとうってまず言ってて、ではおめでとうってもしも言っててんけど、そうズッキーおめでとうってなって、あ待ってこれ大西もしかして大西の誕生日忘れられてるかもと思って、ズッキーおめでとうってやった後にすぐパッて逃げちゃった。そうすごい、あやばい、これで大西呼ばれへんかったらめっちゃ気まずいと思って、そうあごめんなさい気まずい気まずいって思って退出しちゃったの。ごめん、ズッキーおめでとうって言って逃げちゃった。そうやから後からそう言ってくださってたっていうの知って、あー嬉しかった。ありがとうございます。そう、そう、そうなんです。ありがたいです。次自分じゃって思わなかったって思わんかった。あ、やばい。大西の名前ここで呼ばれへんかったら、私どんな顔してたらいいか分からへんってなって。とりあえずズッキー呼べれたってしてから。退出しちゃった。ごめん。ごめん。チキった。チキるんだ。美味しそういうの。ね、そういう人間なんだ。だってこうね、あの声とかもあれあんまね出せへんかったからさ、ただただなんかこう映ってね、ごめんねチキっちゃったんだ。嬉しかったです、ありがとうございました。でも本当嬉しい一日でした、うん、なんかさこう、まあ、まださ24のさ年齢でさ、まだまださ世間的にはさペーペーなわけでさ、でもそんな大西でもなんかなんだろうこうね、昔と比べたらさ誕生日のさ特別感ってちょっとやっぱ昔に比べたらさちょっとずつなんか薄れてはきててさ、なんかそう、そう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 、やっぱ小学校とかさ中学校高校の時のさ誕生日っていう一大イベントと比べたらさ、まあ、ちょっとずつまあ特別感はさなんかなんだろうちょっとずつ薄まってくるやん。だから今回もなんか2日前とか昨日とかあなんかあっていうかあんま誕生日についてあんま考えへんかったりしてたの、なんかとりあえず朝に、煮卵作ってとか明日はこの時間にラーメン配信してでその後何時になるってなんかそういう感じだったの。そうあんま誕生日っていう感じがしなくて、でもそうなんかこうこんなにたくさんの方にそうお祝いしていただけたからなんか誕生日って素敵なんだなってなんか改めて思いました。嬉しかった、ありがとう、誕生日おめでとう、ありがとう、嬉しい。今日昼もねたくさんお祝いしてもらったので、うん、ねえお腹空いた。ただただ今お腹空いたわ。
だろうね、当分ね、なんか自分の生誕祭とかもまあないんやろうなと思うねんけどさね、まあ去年の分もしてないからさ、おにし、まあそんな感じなんですけど、まあ今ね2人公演やっててね、ちょっと西も舞台とかがちょっと続くからあれかなと思うんですけど、まあでも本当にね、なんだろう、23歳ね、23歳すごいいろいろ、まあ、でも22歳で事務所を所属して、で本格的にねこう23歳になってからね、いろんなことがあったけど、ほんとこの1年なんだろう、なんかあっという間すぎて、うん、それこそね私立矯正とか始めてね、そっから少女ゆるはとか舞台とかたくさんねいろいろあって、なんかなんだろう、ほんとバーってなんか今年が一番忙しかったんじゃない、今年っていうかこの1年が多分一番忙しかったんじゃないかなって思う、自分の中でこの23歳の1年が、うんね、それこそこう選抜にもね入れたし、入れたとか入らせていただいたしね、もちろんお休みもねあったけど、あったけどっていうなんかうーん、まあね8月ねちょっと頭らへんは、まあ、コロナとかでね動けない時期もあったけど、それ以外はずっとなんかいろいろね動かせてもらって、いや本当感謝の気持ちでいっぱいですね、この1年でいろいろファンの方に恩師的には嬉しい報告とかねできたかなと思って自分ではいたりとかもして、すごく充実した1年になりました。うん、でもね、まあこう直接会うっていう点に関しては本当舞台とあと事務所でやったイベントとか本当ね、そんな感じで、まあ AKB の方でね会うってことがほとんどできなかったので、劇場公演にはまあ出てたけどそんな多くね出てたわけでもないし、握手会もないし、コンサートもねいくつかなくなっちゃったりとかもしたから、って感じなので、まあね、でもそれができるようになるのはね、 今すぐしますって言ってできるものじゃないから何とも言えへんけどね、握手会とかができなくてもどっかでこう会える機会を作れるように鬼しも頑張るので、それこそ今日発表されたんですけど、そう今度鬼しももかの生誕イベントが開催されることになりました。イエーイ。そうこれもまあちょっと人数が多分限られるんですけど、まあ、ちょっと配信とかもあるとは思うんですけど、そうもう何かしらこうね
本当ファンの方とこう交流っていうか会える機会を増やしたいから、そうそうそう、マネージャーさんともね相談させていただいてやらせていただきたいと思います。まあ多分この9月、これ日付はまだ発表されてなかったっけ、されてないか、オッケーオッケー。まあ多分今月中、まあもう今月って言ってもまあ今日20日やからなあれやけど、もう多分もうちょっと先にはなっちゃうんですけど、ぜひぜひよかったらそちらもね楽しみにしていてくださったら嬉しいなと思います。そこでもねちょっとまあいろいろあるので生体イベントでもいろ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 っていうかまああるので、そちらもね楽しみにしていてくださったら嬉しいなと思います。まあこんな感じでね、本当に事務所の力をたくさんお借りしてね、こういう機会も増やしていけたらいいなと思うので楽しみにしていてください。ねえ、お腹すいたあと10分だね。ちょっといっぱいねタワーとかもいただいてるからありがとう。53分ぐらいになったらランキングの方読み始めようかな。いや本当に幸せな一日でした。本当にこうね今見に来てくださってる皆さんも、ツイッターとかね SNS とかでコメントくださった皆様も本当に本当にありがとうございました。もうね頑張れるこんなにたくさんね愛をいただいたのでもう頑張れちゃいます。明日から、明日は朝からボイトレですです。頑張ります。朝から歌います。うん。で、明日はね、チブパラもあるからね。明日は高橋彩音ちゃんが来てくれるよ。彩音ちゃん来たことなかったんやと思って、渋パラ。そう、そう楽しみ。あやちゃん、あやちゃんは本当にもうお仕事でもプライベートでも仲良くしてもらっているメンバーなので、何のお話ができるかな。よかったらね渋パラタダで見れるのでぜひぜひよかったら遊びに来てください。配信そう観覧はねまだちょっとねあんまそう良くないからこう禁止とさせていただいているんですけれども、あやちゃん呼びは新鮮やって、ほんまに前まで高橋って呼んでたから、あやちゃん、まりちゃん、せりちゃんそう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 、まあ、ちょっとずつね変わっていくよね。あやちゃんはももちゃんって呼ぶの、あやちゃんは大西って呼ぶよ大西、
小田入りはエリちゃんかなって、小田は小田小田って小田って呼ぶよ。もうそろそろ時間だね、52分だ。じゃあちょっとね、そろそろランキングの方を呼んでいきたいと思います。では1位の方からいきたいんですけど、13位までの方をいつもタワー呼んでるみたいに呼べば間に合いますかね。いけそうかな。あ、16位まで。あ、ありがとう。あ、14位あれ。じゃあ24位までにする？間に合うかな。24歳だから、じゃあ24位までの方を呼んでいきます。24位の方からいきたいと思います。いきますよ。24位、ギフミンルーム。あれ、これ名前、あれ名前出てこないね。あれ、なんかギフミンルームが出てくるよ。あれアットマークの跡が見えへんよ。どうしたこれ、え、なにこれ、ギフミンルームが出てくるよえ、でちょっとここの範囲で見えてるとこまで行くわ。24位ギフミン297号さん、ギフミンさん、ギフミンさん、ギフミンさん、ありがとうございます。イエイ。そして23位がポチョさん、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 ありがとうございます。イエイ。そして22位がカムイさん、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 ありがとうございます。イエイ。そして21位がセノハチさん、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 ありがとうございます。イエイ。そして20位が、ゼクさん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 、ありがとうございます。イエイ。そして19位がカッキーアットマーク大西くんアットマーク24歳も楽しみださん、カッキーさん、カッキーさん、カッキーさん、ありがとうございます。イエイ。そして18位がヘイポーさん、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 ありがとうございます。イエイ。そして17位がクリスタルブルーさん、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 ありがとうございます。イエイ。そして16位がカホかっこほろよいアットマークニコニコニコさん、カホさん、カホさん、カホさん、ありがとうございます。イエイ。いいな、飲んでるんだそして15位がコーヒーレンアットマークお誕生日おめでとうさん、コーヒーレンさん、コーヒーレンさん、コーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして14位がミカリン、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 ありがとうございます。イエイ。そして13位が大好きアットマークお誕生日おめでとうさん、大好きさん、大好きさん、大輔さん、ありがとうございます。イエイ。まだ大丈夫、まだ大丈夫やな。そして12位が日々のアットマーク、東京おいも会おめでとうございますさん、日々のさん、日々のさん、日々のさん、ありがとうございます。イエイ。そして、11位がケイジさん、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 ありがとうございます。イエイ。そして10位がヒカル 400X アットマークこれからも陰ながら応援しておりますさん、ヒカルさん、ヒカルさん、ヒカル 400X さん、ありがとうございます。イエイ。そして、9位がリエボアットマーク大西軍アットマーク24歳おめでとうさん、リエボーさん、リエボーさん、リエボーさん、ありがとうございます。イエイ。そして、8位がランマアットマーク大西軍24歳の1年も素敵な1年になりますように、3、ランマンさん、ランマンさん、ランマンさん、ありがとうございます。イエイ。
そして7位が、KITT アットマーク24歳の1年も変わらず応援してるよさん、KITT さん、KITT さん、KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして、6位が SL アットマーク大西軍ハッピーバースデーさん、SL さん、SL さん、SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして、お、危ない危ない、5位が一ノ瀬京太郎アットマークハピバーさん、一ノ瀬京太郎さん、一ノ瀬京太郎さん、一ノ瀬京太郎さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がハギハギさん、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 ありがとうございます、イエイ。そして、3位がアタックケンさん、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 ありがとうございます、イエイ。そして2位が岸健アットマークしんべ、あ、これも見えへんわ、これもなんか見えへんわ名前岸健アットマークしんべさん、岸健さん、岸健さん、岸健さん、ありがとうございます、イエイ。7分58分やばい、そしてラスト1位がコバアットマーク大西よし24歳お誕生日おめでとうさん、コバさん、コバさん、コバさん、ありがとうございます、イエイ、ありがとう。ということでちょっとギリギリになってしまったんですけれども、改めて、24歳の誕生日を迎えました。たくさんのお祝いのコメントだったり本当に本当にたくさんありがとうございました。この1年一生懸命自分らしく感謝の気持ちを忘れず頑張っていきたいと思いますので、これからもぜひ24歳の大西の応援をよろしくお願いします。でははい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？うん、でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではあと1分ぐらいあるのかな、じゃあもうこのまんまポーズ撮ってるので最後までスクショぜひ、イエイ。おやすみみんな、おやすみ、おやすみ、あー誕生日が終わっちゃうよ、終わっちゃうよ。